演舞開演。どうも、本日はこちらのトムヤムクン4というスープを飲んでみたいと思います。グルテンフリー、まあ4はお米の麺ですから当然ですよね。では開けてみたいと思います。ちなみにメーカーは光味噌というメーカーです。初めて聞く名前ですね。そこまで有名というわけではないのかな。ちょっと失礼なこと言いましたね今ですが、このようにしっかり商品説明が書かれています。開けてみます。こんな感じですね。中身は作り方は、まずこちらの麺を入れて、このスープを入れる。そしてお湯を注ぎます。そしてかき混ぜる。少し時間がかかるようなんですので、このままお待ちください。時間が経ちました。そしてここにこの油を入れるんですね。調味油、どんな油ですか。ラー油のようなちょっと辛そうなタイプの油ですね。ちょっと赤い感じがします。では軽くかき混ぜて、飲む、いや食べる、どっちなんだろう。まあいただきます。お手軽でも味はしっかりしていますね。117キロと低カロリーであるにもかかわらず、具材がいっぱいあって食べ応えがありますね。辛さはそんなにビリッとくるような感じではなく、徐々に、しかしそこまで辛いというわけでもない辛さで、ちょっと今も舌に刺激が残っていますが、美味しくいただくことになりました。以前シーズニングのトムヤムクンを食べたことあるのですが、それと同じぐらい美味しかったです。お手軽に作れるなら嬉しいことはないですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。